中日ドラゴンズのビシエド選手の退団が8日確定しました。うすうす分かっていたことではあったんですが、ドラゴンズファンとしては寂しい結果となりました。ビシエド選手自身は NPB の他球団での現役続行を希望していますが、獲得する球団は現れるのか、気になる記事があったので紹介し、その可能性について考えていきたいと思います。それではまず、該当のネット記事について紹介していきます。10月9日付、ロンスポからの抜粋です。各紙の報道によると、ビシエドはまだまだ現役でやりたい、来年は違うチームでプレーしたいと他球団でのプレーを熱望したという。だが、現段階で獲得に興味を示している球団はゼロだ。実は今季からビシエドが日本人扱いとなり、巨人を自由契約となったファーストの中田翔を獲得したため、水面下でビシエドのトレードを画策していた。複数年契約の残った年俸が移籍先のチームの負担になるため、中日がその一部を肩代わりしてまで不良債権の処理に躍起になった。一時ソフトバンクが興味を示したが、具体的な交渉まで話は進まなかった。またファンは SNS で、外国人選手の誤算が続いた広島が7月末の移籍期限までにビシエド獲得に乗り出すのではなどの憶測をかき立てたが、実際は中日側に対してアクションもなかった。2022年には打率2割9分4厘を残したが、リーグ最多の20併殺をマークするなど、チャンスに弱く、成績は下降線をたどり、今季は中田翔が入団したことも手伝い、1軍で15試合9安打1本塁打2打点、ほとんどを2軍で過ごし、ファームでの成績は72試合で8本塁打31打点、打率3割だった。立浪監督はビシエドについてこんな指摘をしていた。ビシエドの突っ込む悪い癖が治らない。本人もわかっているが治そうとしない。データで弱点ははっきりと出ていて、相手バッテリーはピンチでビシエドを迎えてもインコースにさえ投げることさえできれば打ち取れるんです。わかっている結果をベンチから見ている我々も辛いですよ。この弱点が未だに修正されていないのだ。そして本塁打数も2023年に6本。今季は1、2軍合わせて9本と激減するなど、加齢に伴いパワーも落ちている。B クラスに終わった各球団は、巻き返しをかけた戦力補強を検討し始めている段階。今後どんな動きが生まれるかわからないが、日本人扱いのビシエドが、たとえ大幅に年俸、条件面をダウンして、バーゲンしたとしても、熱望する NPB での再起には厳しい現実が待ち受けているのかもしれない。以上のような記事が出ていました。それでは今回はこの記事の可能性というところについて見ていきたいと思います。まず記事の信憑性について様々な意見があるとは思うのですが、ポジションや年齢もダブついている中田選手を獲得した段階で、ビシエド選手の放出はほぼ規定路線だった可能性が高いかなというふうには考えています。実際に立浪監督がなかなかビシエド選手を使わないっていうところでいろいろ批判的なコメントも多くあったと思うんですが、おそらくそこっていうのも球団側の指示が大きかったんじゃないかなっていうふうに個人的には考えています。そのためトレードを模索していたとしても不思議ではなく、むしろ戦力外よりも見返りのあるトレードの方が球団としてもメリットは大きいです。実際に当時選手会長で人気もあった京田選手をトレードに出した例もあるため、ビシエド選手のトレードを模索していたことは十分に考えられることかなというふうに思います。しかし高年俸ということもあったんでしょうけども、今のビシエド選手を獲得したい球団というのはなかったのかなという可能性は高いというふうに考えています。それでは次によく言われているビシエド選手は衰えてしまったんではないかという意見について少し考えていきたいと思います。少し古いデータにはなるんですが、2023年7月までのデータというところで、2023年7月25日付の中日スポーツによると、前年までは3割前後の対ストレート打率を記録していたんですが、2023年は2割1分4厘と明らかにストレートに弱くなっていることが示唆されています。しかも意外なことにインコースよりも真ん中付近のストレートの打率が1割6分7厘と圧倒的に低く、チャンスボールを打ち損じているのが実情としてはありました。
実際にストレートに詰まらされて併殺打を打たされている印象は確かに強く、それに伴って変化球も打てなくなっていた悪循環に陥っているように感じていました。これは推察にはなるんですが、その原因としてはやはり年齢によりスイングが遅くなってしまって、以前まではパワーで飛ばせていた球というのも詰まらされるようになってしまったのではないかなというふうに考えています。そして振り遅れないようにする意識が強くなりすぎて、ポイントを前にしようと体が前に突っ込む姿勢がより顕著になってしまったのではないかな。そうすることで変化球の見極めも悪くなってしまったのではないかなというふうに考えています。以上のような昨年までのデータというところもあるんですが、今季については2軍で256打席に立って打率3割、ホームランは8本ながら OPS は859を記録しています。2軍の投手からはまだ打てることを証明できているのかなというふうに感じています。日本人枠にもなっているため、ウエスタンリーグでビシエド選手を見ていたオリックスやカープ、あるいは極度の貧打に陥っていた西武などは獲得の可能性もあるかもしれないなというふうには感じています。しかし他球団に移籍となる場合には、年俸はおそらく日本円で5000万円程度になると思われて、今年のレートで言うと5億円とかっていうふうに言われていた年俸を受け取っていたビシエド選手がその条件を飲むことができるのかどうかというのが一つ肝になってくるかなというふうに感じます。個人的に頑張ってほしい気持ちは大きいんですが、ビシエド選手は一軍でクリーンナップを張れるだけの力があるかどうかは正直なところ疑問かなというふうには思っています。下位打線であれば機能しそうではあるんですが、打力の求められるファーストや DH っていうところでの起用が考えられるので、そこに求められる水準まで打力を発揮できるのかどうかっていうところが獲得する球団の判断材料にはなってくるのかなというふうに考えています。はい、最後までご視聴していただきありがとうございました。個人的にはビシエド選手、まだドラゴンズに必要な選手だなっていうふうに思ってましたし、石川選手っていうのもまだ一人前というところまではいけてないと思うので、そういう中でビシエド選手がいるっていうのはすごいありがたい存在だなっていうふうには思ってたんですが、やっぱりビシエド選手自体も試合に出たい、出るんであればレギュラーとして出たいという気持ち強く持ってたとは思うので、仕方のないところなのかなっていうふうには思います。で、獲得してくれる球団あるとすれば、やっぱりカープとか西武あたりになるのかなっていうふうには思うんですが、もし獲得する球団っていうのが現れるんであれば、来シーズンビシエド選手がどういう成績残せるのかっていうところも注目していきたいなっていうふうに思ってます。で、いずれはまたドラゴンズに戻ってきてくれれば嬉しいな、どういう形になるかわからないんですが、戻ってきてくれたら嬉しいなっていうふうに思っています。このチャンネルではこれからも中日ドラゴンズを中心にプロ野球に関する情報や考察の動画を上げていく予定です。少しでもいいと思ったらぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。またご意見などお気軽にコメント欄に書き込んでください。それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。